ネット競馬ニュースフラッシュ、皆さんこんにちは。9月3日金曜日、本日のニュースを担当いたします、大岡の奇跡、もちももみです。それでは本日のニュースです。ももみの血筋の道筋。はい、このコーナーでは血統勉強中の私と血統での穴馬予想を一緒に学んでいこうというコーナーです。今回は9月5日日曜日、新潟芝 2000m で行われる新潟記念から探していきたいと思います。予想オッズで人気を集めているのが、前走エプソムカップを制したザダル、前走に続き重賞2勝目となるでしょうか。続いて前走函館記念で勝利を挙げた当選スーリア、リアアメリアは前走ビクトリアマイルから挑みます。昨年ローズステークス以来の勝利となるでしょうか。今回注目の血筋はじゃん、こちら、ロベルト・ニジンスキー持ちに注目。ロベルト・ニジンスキー持ちはスタミナやスピードの持続力に優れている血統です。新潟コースの特徴として直線が非常に長いので、一瞬のヒレというよりもある程度のスタミナやスピードの持続力、底力が必要になります。新潟記念の過去好走馬を調べてみると、ロベルト・ニジンスキー持ちの馬が多く好走していることが分かりました。新潟記念出走予定馬の中では、ギベオン・クラベル、里のクロニクル、マイネル・サーパス、マイネル・ファンロンがロベルト、エフェクト・オン・里のアーサー・湘南バルディがニジンスキーの血を持っていました。以上の血筋を踏まえた私の注目穴馬を3頭ご紹介したいと思います。まず1頭目はこちら、エフェクトオンです。ディープインパクト産駒母父カラトスのエフェクトオン。新潟記念はディープインパクト産駒のような王道血統の成績が非常に良く、今回注目の血筋、ニジンスキーの血を持っています。3勝クラス勝ち上がりからの出走ではありますが、前走アブクマステークスでも上がり1位と姉妹の足がしっかりと使えるタイプで、直線の長い新潟コースでも存分に力が発揮できるのではないでしょうか。筋量的にも期待の存在です。続いて2頭目は、こちら、クラベルです。エピファネーヤ産駒母父キングカメハメハのクラベル。母父キングカメハメハは新潟記念過去好走馬でも多く相性のいい血統です。今回注目の血筋、ロベルトの血を持っています。2走前マーメイドステークスでも穴馬として押させていただきましたが、素晴らしい末脚でした。前走中京記念でも上がりタイム1位で駆け抜け、金走ぐんぐん力をつけ本格化してきているクラベル。末脚が魅力な馬だけに、直線の長い新潟コースも合いそうですし、筋量も前走と引き続き52キロ、メンバー最軽量で恵まれていると思います。ここで重賞初勝利を飾ってほしいです。最後に3頭目はこちら、里のアーサーです。ディープインパクト産駒母父リダウツチョイスの里のアーサー。新潟記念で過去好走しているディープインパクト産駒という点、そして今回注目の血筋、ニジンスキーの血を持っています。金走はマイルで出走していることが多いですが、デビュー当初もう少し長い距離でも活躍していました。着順こそ決してすごくいいわけではないですが、タイムもそこまで大きく離されておらず、まだまだチャンスがあると思っています。
上がりタイムも平均的に早く出せるタイプで、末脚が生きる展開でハマれば面白いのかなと思いました。2000メートルでの変わり身に期待しています。この夏の中距離王が決まる注目のハンデ重賞の新潟記念、サマー2000シリーズフィナーレで勝利を飾るのは一体どの馬でしょうか。今週も競馬を楽しんでいきましょう。以上、本日のネット競馬ニュースフラッシュでした。